ゴルフ道場加藤、パーシモン加藤です。先日ですね、ブログの方で質問を募集しまして、早速質問いただきましてありがとうございます。その質問なんですが、最近8時4時スイングするとシャンクします。左から右に移るときに右肩が上がってしまう。左から右に移るときに右肩が上がってしまうせいかと思ってます。チッパーでもシャンクします。チッパーでもシャンクするってことは、80字なんで、当然こう小さい振り幅、この振り幅の中でシャンクすると。で、なぜシャンクするかっていうと、よくね、右膝が出るっていうのをよく、言う方多いんですけど、このダウンスイングの問題じゃなくて、今このコメントくださった、ハンドルネーム一応シンさんがコメントくれてるんですけど、シンさんが言うようにバックスイングで右肩が上がる、当然こう下がってるわけですよ。でここから今度ダウンスイングで反対の動きになってシャンクになっていると。じゃあこれを直すのにどうしたらいいかっていうと、じゃあそもそもなんでバックスイングで右肩が上がるのかというと、構えた時にですね、すいません、いつもこれしかないんで、腕がもう非常に硬い状態、こう突っ張った状態なんですね。ギュッと握って腕が硬くなってると回れないんです、体が。そうするとどうなるかっていうと、ここからクラブをえいっと動かそうとして体が左に来るんです。まずこのアドレスで、クラブを持たない、ボールを打たないレッスンの一番最初にもやりましたけど、この腕の重さを感じられる状態にしてほしいんです。よくね、アプローチ苦手な方ってどうしてもこう綺麗に打とうと思って、どんどんこうグリップ硬くなるんです。で腕も当然グリップ硬くなる、腕が張る。でこの辺ガチガチですよね。この状態で小さく動けないんです。どうしてもここから動かそうとして、ここの指導でもうパッていくんです。こうやって柔らかく持ててないと、この指導をこういうふうに滑らかにこうゆっくり動かせないんですね。まずこの8時4時でシャンクしてしまってるこのシンさんには、もうゆるゆるで持ってもらって、もう手首グラグラでいいです。もう手首でもこうやって動かしちゃっていいですから、まずここからちょっとね、やっていただきたいと思います。右バックスイングで右が上がる原因は、このアドレスの腕の、当然グリップギュッと持つ腕が張る、これが原因になってきます。だからアプローチのシャンクでお悩みの方、ぜひねこれ試してみてください。もう脱力です。腕ブラ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 にしといて、もういいんです、手首動いていいんですよ、こうやってもう手首で打っちゃってください。で力抜けてくれば自然とこう体回るようになってくるので、逆になってます。多くの方はね、固めてちゃんと当てようとして、当然腕なんか動かせないですから、体もこれ回れない、でこういう打ち方になってしまうと。これ脱力しても体どうこうじゃなくて、とにかく脱力してこのまんまクラブこうやって振ってみてください。で力抜けてれば、クラブっていうのは必ずこういうローテーションをするようにできてます。シャフト軸にフェースがこう回るようにできてるんで、ヒールから出てくるなんてことはクラブの構造上ないんです。力抜けてれば必ず先がこう回りますから、こういうふうに、まずはそこをですね気をつけてやってみてください。もう一度クラブを持たない、ボールを打たないレッスンの1ですね。腕の重さ、ここをですね、もう一度見直してもらって、やっていただければ、シャンクは治ります。もし治らなかったら、また気軽にコメントください。まだまだ質問を受け付けてますので、お悩みがある方は、お気軽に、YouTube の方にコメントください。よろしくお願いします。